て遊ぼう。今日は紙袋ナマズを作ります。材料は紙袋、あとは厚紙をこれくらいの大きさに切っておいてください。あとは画用紙で作ったナマズの手、エラ、ヒレあとは口、あとは目、あとは両面テープとうちわ、準備しておいてください。じゃあ早速作ってみよう。あらかじめ両面テープをこんな風に貼っておきました。じゃあつけていくね。まず目を貼ります。ここかな、はい、もう一個の目も貼ります。こんな感じですね。で次にヒレをこの紙袋のここかな貼ります。もう片方も ここに貼ります。最後に口をここにつけます、はい、そしたらこの厚紙は紙袋のこのところにこんな風にアーチ状に入れます。空気が通りやすくなります。はい、完成かな。できました。じゃあピエールおいでみて。おー、いなくなっちゃった。じゃあこんな風にこれからもたくさん工作で作っていくよ。チャンネル登録をしてぜひ次回も楽しみにしててね。それではまたねー。